おや、いいところであったな、マスター。少し時間はあるかね。マスターの常とはいえ、戦いばかりでは人生に張り合い、いや、彩りがない。君はまだ若いのだし、日々が充実してこその火事場の底力。ん？お説教はいい？いいから受け取れ、だと？これはカカオマスでできた何かのようだが、お前が俺に？そうか、反省しよう。長話の癖は改めなければなった。こちらから先に渡すつもりだったのだが、先手を打たれてしまったか。とにかくここで待っていたまえ。何？こちらも似たような用事だ。そう身構えなくてもいい。お待たせした。では、ささやかな甘味のお返しに、ささやかな気遣いを。食べ物で返すのも芸がないだろう。お前に何が足りないかを熟考した末、こうなった。どれも初心者向けの仕様。指を切りそうな時はアラートが鳴る安全仕様だ。今時は女性だけでなく男でも料理をする時代だ。いざという時の役にも立つし、日々の潤いにもなる。初めは鍋だけだったんだが、あれもこれもと考えるうちに一式揃っていた。そこはまあ先輩ゆえの過保護と流してくれ。人に物を送るというのは久しぶりだったのでね。